今馬体を収めて係員が離れますスタートしましたちょっとバラっとしたスタートを先行争いですまずは間から7番のララテロワールさらに8番名勝ゴルシうちからは3枠両頭6番のルージャーマルフィ5番のオールザタイムさらに最内から4番のシェアザグローリーも前に行きました さあ先頭は5番のオールザタイムその外に6番のルージュ・アマルフィー3番手、7番ララテロワールに内から4番シェアザ・グローリー5番手、8番メーショー・ゴルシー外に11番ドーバーイーグルで1コーナーです。 花に立ったのは5番のオールザタイムリードは1馬身2番手に6番ルージュア・アマルフィ1馬身内に4番シェアザ・グローリー3番手4番手に7番ダララテロワール1馬身内から14番のウィンビオラさらに外には8番名ー,ーゴルシが並んで2コーナー2馬身相手11番ドーバー・イーグルこれから向こう正面4馬身中段から後ろ10番カンタビリースワンそれに外から15番のブラック・デコが接近それから2馬身内2番のアンクル・コンシャスにそうには16番のサーキュラー・キー が並んで間から12番のウィングマン 1000m は62秒で通過そしてその後ろ内から接近する1番のきっかけさらに外から9番のロジシルバーが押し上げようとしています後方の2頭3番のト選センベルディが1点2馬身差13番ノーサレンダーという体系。3コーナーのカーブを迎えます。逃げる5番の オールザタイムリードは1馬身34コーナー中間や600を通過2番手には外から8番、メーシオゴルシーそのうちに6番のルージュ・アマルフィー最内4番、シェアザ・グローリーその直後には7番、ララテロワールド11番のドーバーイーグルスの外に上がってくるさらには9番のロジーシルバー第4コーナーをカーブ前は固まってきましたが直線コースに入ってメーシオゴルシーコーナーワークでオール・ザ・タイム間並んでシェアザグローリーさらに外からはララテロワールド十一番のドーバーイーグル追ってくるオーストは九番 のロジーシルバーあと 150m 先頭は粘る5番のオーザタイム突き放して3シンのリード11番ドーバーイーグル内からシアーザグローリー2番手争い接戦5番オーザタイムゴールイン2番手は最後11番ドーバーイーグル上がったか内には4番シアーザグローリー